うございます。小豆島の漁師ハモイです。今現在5時17分です。で今日はですね、一昨年の春こちらの動画で、で去年の秋こちらの動画でお世話になった松岡くんのところにね、行きたいと思います。松岡さんと同じ名前なんですけど、まあ松岡くんはまた別の人です。冬からね、春に変わって魚もね、だいぶ取れ出してきたということで、大迫力の定置網映像を見ていきたいと思います。それじゃあ今日も行ってきます。バイバイ。はい、それじゃあ準備をしていきます。長靴を履いて、こちらオニューのライフジャケット装着、仮面ライダーみたいですね。カッパの上と下を持って海の方に向かっていきます。それではヤフオクで買って改造した船のエンジンをかけて出航していきましょう。朝日が眩しいですね。もちろん GoPro も加えて2カメ3カメと動画のクオリティを高めていきたいと思います。30分ほど走ったところで目的地に到着しました。鳩の中をゆっくりと入っていき、松岡くんの船に止めます。そしたらエンジンを止めて小田漁港に到着しました。指定されたポイントへと歩いていきます。そうすると一隻の船がやってきました。こちらの船、ニコ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 松岡くんのご登場です。半年ぶりの登場ですね。はい、じゃあ小田漁港にやってきました。松岡くんお願いします。お久しぶりです。今日おる漁券、まあ行ってみんとわからん。ああ、まあじゃあ楽しみに行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは半年ぶりとなる松岡くんの定置網漁についていきましょう。春漁はですね、魚がすごく動くので大漁を期待できます。で4月になってぬくくなってきたとはいえ、まだまだ寒くてですね、この日は白息が出るほど寒かったです。定置網のところに到着したら、目印となるオレンジ色の尺玉を上げて、それにロープがついているのでウィンチで上げていきます。巻いていきます。でロープを巻いていくと何やら見えてきました。こちらはですね、定置網の袋の入り口部分ですね。これを上げると、まあ落ちないように船についてあるフックをかけて固定します。そしたら次はですね、袋の先端部分の方にもロープがついているので、それをウィンチで上げて船の中へ中へと引っ張っていきます。しっかりとね、船の中まで上がると、あとは人間の手で上げていきます。じゃあ手伝いに行ってきます。今日はね、カメラマンがいるんで。今日はですね、カメラマンをご用意したので、私ハマユも青に咲いながら、負傷ながら、まあ日本語わからないんですけど、手伝っていきましょう。でしばらく上げていくと、このチャックのついた袋部分が上がってきたので、そのチャックを開けて、こちらの棒を使って袋の入り口をガバッとね、広げちゃいます。じゃあ魚が見えてきました。大量に入っているように見えるんですが、去年に比べるとかなり少ない様子ですね。じゃあ玉を用意して魚を種類別に上げていきます。締めるやつは締めて、ウマヅラハギは生かすそうなんで、ウマヅラハギだけ生かしていきます。僕もなんか手伝おうと思って手を突っ込んでウマヅラハギを玉に入れて、そういうことをしていると、松岡くんがイカを締めてくれということだったので、イカを締めていきます。今日はですね、もう広告つかなくてもいいやと思って、バン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 、締める映像を載すことにいたしました。でイカはですね、口の方にある繊維をね、指で断ち切ると締まるんですが、上手い人はね、全然墨を吐かさないんですが、僕はあんまり上手くないので墨が出てしまっております。で魚はですね、この手鍵っていうのかな、ちょっと何て言うのかわからないんですけど、脳天締めして、エラのところにね、こうなんだろうな、刺してしっかりと血を抜いていきます。まあ本当はあの包丁で締めた方がいいかなとは思ったんですが、郷に入っては郷に従えということで、手鍵でバン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 、バンバン締めていきます。僕がね、真面目に仕事をしているシーンは YouTube にはなかなか載らないので珍しいかもしれません。でその後も魚を締める締める締める。でヒラメを締めてる時にですね、まあ、こういう生きのいいヒラメを締めてると、こういうですね、ドジをすることもありますが、その後はしっかりと締めて OK です。で最後のヒラメを締めたら、袋の中にお魚がですね、いなくなりました。これで終了です。20分ぐらいで全ての魚が締まりました。
で魚を取り終えたら袋を同じ形に戻さないといけないので、次はね向こう側から引っ張っていって、で袋を伸ばして OK ですね。そしたら尺玉を入れて2つ目のポイントに向かっていきましょう。はい、漁の合間ですが、簡単にね定置網について説明していきましょう。こちらで定置網って言っても種類が山ほどあるんですけど、まずこの魚がですねピューッと道網って言ってね導かれるんですよ。この壁に壁というか網があるのでこう入って、で運動場でぐる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 遊んだやつがこうやってね奥に入るとここ出れないようになってるので、最後にこの袋網とか箱網とかにいうとこにここに魚が入ってそれを捕獲します。横から見るとこんな感じで水面まで網はなくてですね、ロープとあの尺玉でつながってて、こう道網に導かれた魚が運動場に入ってずっと奥に行くと出れなくなりますよって、でここら辺から上げて魚を取ります。でこれが僕のサインです、タコ。以上簡単な説明でした。続きをどうぞ。2つ目のポイントに到着したら1つ目と同じように受けを持って、で袋をウィンチで上げていきます。で袋が上がったらまた手作業ですね。こっちは入っているのでしょうか。チャックを開けて袋を広げて見ていきましょう。こっちの方がですねさっきよりは量も多そうだし種類もたくさん入ってそうです。こっからコブダイも見えますね。次は僕も玉を用意して自分でイカを揚げて締めていきましょう。いやハリイカがね大量に入っててすごく美味しそうです。でいつもの感じでイカを締めているとですね、絵的には面白い、ね、結構飛んだよ、飛んだよ、かなりなんとですねイカが墨を吐いて僕の顔に飛んできました。でカメラについた墨をねあのカメラマンの服で拭かしていただきました。僕のはあの布じゃなかったので拭けなかったです。でボラの首を締めておったりとか、で次これコブダイですね。コブダイも脳天が同じ位置にあるので締めます。パワーが強いので気をつけないと大変です。その後もタイチヌタイチヌと締めて、2人で黙々と30分ぐらいかなひたすらに締めてました。で魚も溜まってきてます。で残りも少なくなってきて、最後のですねヒラメを締めて氷に入れたら終了ということで、袋をまた元に戻して2つ目の網も終了しました。じゃあ船を洗って帰っていきましょう。じゃあ取れたものを軽く見ていきます。まずはこちらウマヅラハギですね。でこれがハリイカで、クロダイチヌとかって言われるやつで、セイゴ、ハネ、スズキで、こちらがマダイ、サクラダイですね。でこれがヒラメ、裏面見てみると放流なのかちょっとまだら模様となってます。でこれがメイタガレイ。それじゃあ小田漁港に到着しました。松岡君、今日の量はどうでした？ちょっと少なかったですね。少ない、ちょっと少なかったそうなんですが、なんと2日前はね去年と同じぐらい取れていたそうです。じゃあ丘に接岸してフォークリフトで魚を上に釣り上げていきます。魚が上に上がると生かしておいたハギをこちらの網図に入れておくそうです。玉でひげじゃないわ玉でウマヅラハギをすくって網図の中へ優しく入れていきます。それじゃあみんな大好き水中映像を見ていきましょう。どれぐらい撮れてるのかよくわかります。海の中にカメラを入れるとこんな感じでたくさんのねウマヅラハギが泳いでました。5、60匹ぐらいは取れたんじゃないかなと思います。はい、じゃあここで仕分けをするそうです。手伝いましょう。それでは最後の作業、仕分け作業ですね。こちらの台の上に取れた魚を入れて種類ごとにカゴに入れて分けていきます。タイやこの白、たくさんいますね。で取れたやつ、ヒラメじゃないカレイで、こちらフグ、ヒガンフグかな。でこれイネゴチかワニゴチ、これが瀬戸台ビングシっていうやつです。でこの白超えてますね、うまそう。でこれがアジ、
どっちかな、青味かな、金子で、その後も仕分け作業をずっと続けておきます。それじゃあ仕分けが完了しました。そこそこの量が取れているように見えます。仕分けが完了したら次は箱にね、左頭を左に向けて並べていきます。あ、見事ですね。それじゃあ箱にも魚が入りました。タイとかチヌとか羽、コブダイ、ヒラメに、このシロ、クロダイにね、マダイとかたくさん取れてますね。でイカも箱いっぱい。はい、で馬面以外これだけの魚が取れました。まあ僕が取ったんじゃないんだけど、これを出荷して終わりです。じゃ松岡君、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうやった？ちょっと少なかったですね。ちょっと少ない、うん、というわけで、小田漁港の松岡君の定置網漁でした。じゃあバイバイ。バイバイ。